はい、ちょっと新しい試みをまたしてみようかなと思います。いつもタメ口カフェの方でね、タメグマスキッパなんていうのが出てきますけども、あれは万年筆で描かれたキャラクターでして、そこからはまた別に飛び出して新たな、まあ、企画としてね、もうパイロットが作っている書くのというマネスがあるんですけども、それを使ってこんな感じのマネス、本来はほら文字をねこう書いていくようなものなんですけども、パイロットね、こんな感じで書いていくものなんですけど、それをなんか私文字書くのにとりあえず万年筆で書いてみたいなっていうとこから始まって、文具屋で見っけて試し書きをして、あ、これなんか面白いなと思ったんですよ。で、面白いなと思ったのはなんかこう書き味はね、昔のなんかこっち上がるときにガリガリっていうような感覚じゃなくて、どこ書いてもスラスラで、それでインクがまた綺麗なのがいっぱい揃ってるので、これカートリッジのインクもあったんですけども、ちょっと持ってこようか。今ちょっと使ってるインク持ってきたんですけど、ゆらゆら揺らしちゃったから瓶のとこにインクがねせり上がってますけども、これもパイロットで出している色雫というインクなんですよ。これが24色あって、この色がすごい美しくて気に入ったので、まだ私は2種類、未だにというか、2種類使ってて、クジャクっていう青の方ね、これがクジャクという青の方なんです。で、もう一つは、新緑、深い緑と書いて新緑で緑の色を使っていて、ペン自体も、極細だったかな、細だったかな、これ中字です、これ細字っていうタイプで、で今なんでインク持ってきたかっていうと、ここにカートリッジで最初ついてくるんですよ。黒かな青か分かんないけど、カチッて刺すやつ。ところがこのインク、色雫のインクを使うためにはこのコンバーターっていう、コンバーターっていう中にポンプみたいなものがくるくる回すやつなんですけど、それつけなきゃなんなくて、それがまあ400円で売ってるんですけども、それをつけて、でインクを吸って、こっから吸って使えるようになりました。とても気に入ってるので、まあパイロットの回し物ではないんですけども、これで一つの動画を作っていきたいなと、シリーズ化して、まあどこまで続くかわかんないんだけど、ちょっとやってみようかなと思いまして、カークのパイロットのカークのこれ使って書いていきたいと思います。で今日はさっき言ったように、あ、これ青ね、これがクジャクという、このインクも結構綺麗で気に入っていて、本当は最終的には24色全部揃えて、まあ24本必要になってきますけど、入れ替えとか簡単にできないのでね、そうなってきますけども、これ青こんな感じで、で書いてる時と乾いてる時ちょっと色違うので、どこまで見えてるか画面に分かんないんですけども、で今日はそうですね、まあこういう、ファーストということで揃えてみました。これ猫ちゃんの箸置き、これをね万年筆書くので書いてみたいと思うんですよ。でとりあえず今日はどうしようかな、こっちのクジャクで書いてみますかね。でこれね面白いのが、タメ口カフェでもちらっと紹介したことあって出てると思うんですけども、ここペン先に顔がついていてそれぞれ違うんですよ。でねこう
まあ慣れなきゃ書けないよみたいなことだ、あの他の人から言われたんだけど、とりあえずなんか見たまんまこう書いていくというか、これ今日書いてる紙、スケッチブックみたいな大きいやつ A4 ぐらいあるから書きやすいんですけど、いつもはね、もっと、なんて言うんだろう、手帳のような小さな紙に書いてるんです。で、ほら、なんかもうスラスラっとこう、書ける感じが気持ちよくて、このペン。で、書いてしまうんですよね。こうなってんのか、ここ、猫ちゃん。で、結構、バランスがね、この、今書いたこれ自体が、長さ合ってるのかわかんないけど、まあ、フィーリングですよね。あくまでもフィーリング。こんな感じで書いてって、今これ、この子書いてます。薄茶色と黒の縞模様の子を書いてます。それ、今度緑、赤とね。だこう、マネス自体は、色はね、ないので、色はないというか、単色ですから、まあ、それなりに表現していくんですよね、これで。で、見た通りこう書いていくだけなので、それでもなんか、なんだろう、この書き味が細かいところも書けつつ、スラスラとこう、ガリガリ引っかかる感じがなく書けるのがもうとても嬉しくて、猫ちゃんの顔入りました。してヒゲがね、1、2、下が長いね、3本。こっち側は上が長いね。あら、そうなんだよ。だからこうやって見ると、なんか、発見しますよね。で、柄です。柄が、こういうふうにちょっと飛び出してる、ここは。面白いね。素材としては面白い素材だった。うん。素材だったっていうか、まだ描いてる途中ですが。なんかね、ただベタでこう、黒く塗ってもいいんだけど、こういうふうに描いていくとなんか、味が出るような気がして、勝手にね、そう思い込んでいて、こうちょっとせり上がって、下って、で、最後はここに、今ね、ここ光が当たってるんで、ちょっと歯抜けにします。ここも歯抜けだったね、ほんとはね。まあいいか。で、こんな感じで、こんな感じで、ここも歯抜けで光ってるので、で、あ、ちょっきりになった。ちょっきりになった。で、これでは僕の場合は終わらなくて、必ずこの、これ見るとね、こっちから見てる角度とちょっと違うかもしれないけど、影があるんですよ、こうやって。それぞれに影があるんでね。影もこの線の幅で僕は表現していってるんですよね。すっごい暗いとこはいっぱい影こう細かーく描くし、まあ、そこそこ、まあ、ここもちょっと暗めかな。まあ、専門用語ではこれハッチングっていうらしいんですけどね。うん。で、こんな感じで、ここもうっすらとこう、ふにゃふにゃって書くときもあります。ふにゃふにゃっと。そうして書いてって、この陶器の、陶器のこの影だけじゃなくて、陶器の下にも影出てるので、これは結構本当に影で、しっかりとね、濃いと思うんですよ。基本的にはね、一つの絵描くのに、同じインク一色で描いてきます。ただ、混ぜこぜもこれからは面白いかもね。こっからここまでは緑で描いて、まだ買ってないけど、ここは赤で描いてとかね。赤もものすごい種類あるんで、でこんな感じになってます。僕から見た目の影の雰囲気っていうのはこんな感じになってます。ちょっとペン変えてみようか。真ん中の猫ちゃんはちょうど緑色来てるし、こっから緑になったらどんなことになるんだろう。あんまりこうやって描かないので、普段は一色のみなので、で、これももう目見当ですね、全部。こっち被ってるけど、まあいいか。こんな感じで。で、猫ちゃん。この子は目まん丸だね。目まん丸。
顔、この子小さかったね、ちょっとね。でも最終的にぴったりマッチングしたので、まあ、よしとしよう。鼻が丸い、鼻が丸い、鼻の下ちょっと長くて、口が横に向いてる。して、目は、大きいんだけど、二重丸の、ただまん丸。驚いてんのかな、この子は。こんな感じ。ね。なりました。うん。キョトンとしてんだね。あ、この子の服はまた、なんだろうこれ。トランプ柄みたいになってる。よく見たら。で、こう、陶器に沿ってちょっとこっちが倒れてって、またこう、尻尾がふにゃららってなって、で、こう上がってって、また、おー、こう、水の雫みたいな形の体ですね。ここはスペードが2個入ってる。スペードが2個入ってて、ジグザグになっていて、ここはダイヤ、赤いダイヤが入っています。ちょっと薄めにダイヤ、インク、乗せる感じ。で、またジグザグがあって、またスペード、あ、これはハートで書いたんだね。こっちはスペードかな？スペードになってるんだ、よく見たら。ハートでした上。ごめんなさい。スペードです。で、この子みたいに縞模様は、尻尾だけなので、尻尾のとこちょっと縞模様にしてみます。なんか、違和感が、色違うとあるような気もしてきた。おひげ描いて、この子は下の毛が、一番下の毛が両方とも長い。服ですけど、僕の場合こうやって軽くなぞることで、で真ん中光ってるので、こう質感を出していくというか、でやっぱりここにも影が、陶器の影が出ていて、ここだね、ここはこう尻尾がね、陶器のこっち側に入り込んできてます。はい、こんな感じでね。いいよっと。真ん中が緑で、こっちがまた青に戻そうかな、インク。どんな感じになるんだろう。もう、ふわふわって、こう影が、ふわふわって。で、こっから見たら、陶器の下のところに影見えなくて、僕の中ではこっち側に見えてるんですよ。それもこう描いていく。うん、こういう目に描いていく、うん、でここにね、照明が上からとかいろいろ方向から来てんだけど、ここに影があるっすよ。なんかこれを描いていくんだけど、照明が1個じゃないから複雑な影が出るのね。これをまあよく見てだね。こんな感じ。よし、緑終わり。残りはこの赤茶色の猫ちゃんのやつ、ちょうどこれぶつかってるような感じで今レイアウトしてるんで、こっからね描いちゃおうかな。ヒューッと感じでせり上がってって、ちょっと低いところでこういう風に曲がって、これ青で描いてますよ。またで、この子よりちょっと下に飛び出しつつ、陶器がね、こういう感じ、陶器の箸置きですから。さてこの子は本当はこれね、顔もグレー入ってるからもうちょっと塗ってやったらいいけど、ちょっと汚くなる感じがすると思うので、このぐらいにしとこうかな。この子もまた面白い顔してんだよね。よいしょ。これ結構長年ね、うちで使ってる箸置きです。あ、鼻の形が違うんだ、これ。なんかね、ライオンみたいな鼻の形になってて、V 字型。V 字型の下も V 字型の鼻です。で、目は点だけです、この子は。キョトンとしてる感じで、耳の中もちょっと塗ってあげて、おひげちゃん出して、はい、長く出してあって、こっちは右上が長い、短くなる感じで、ボディの方ですけど、お花が服に、服じゃないか、猫だから。いやでも服着てるよね、これ。服のところにね、赤い服のところにお花がアレンジされていて、
陶器のとこちょっと尻尾がかぶってってる感じでありつつ、こういう感じで、なんか他の子より服長いような気もしないでもないけど、で、お花のセンターがあって5枚の花びらで構成されている花があると。で、茎が伸びて、ここ黒っぽく塗ってもいいの で、ここにね、葉っぱがあるんだけど、ここ光が当たってんだよね、やっぱり。ここちょっと光開けちゃうか。で、5つこっちにも葉っぱあって、これもちょっとね、塗っといてあげると赤なんだけど、赤とはわからないんだけど、あ、色がついてるなと。で、尻尾は柄入ってないね。ただ赤のまま。こんな感じで。で、ここがテカってるから、これをなんとなくこんな感じでね、テカってるようにして、行きましょう。ここもね、陶器の、まあ、これ塗っちゃダメだね、色が違う。で、陶器のとこ被っては来てんだけど、ここで影がまた発生してるわけ。ね、こんな感じで。これはしっかりこっち側に影が出てます。だからこんな感じで出て、若干こっからもね、陶器側に影が見える。あの、下側の、陶器の下側の影はね、こっち側見えないんで、こっち側がちょっと見えてるかな。ちょっと弱い影。ね、離れたところに照明のなんか影が出ていて、で、直近にはちょっと濃い影が出てる感じ。どうですこれ。万年筆ですよこれ。万年筆でね、最初文字を書くためにどんなスラスラ書いてみたいなと思って買ったんだけど、いつの間にかもう、まあ両方使うよね、文字も、まあシナリオを起こすときも使う。よく見たらまだこっちに影があるの。だからこれはなんとなくこう、こんな感じで、なんかね。で、緑で、そこは中央緑だから、でも、なんとなく、ふわふわふわっと。うん。こんな感じでね、書いてみたんですけども、どうですかね。猫の、はし、大き三匹組。この文字を書くと私字下手なんだけど、なんか下手なりに面白い感じになるので、最近はちょっとコンプレックスが失せつつこの書くのを使ってるっていう感じ。面白くないですかこれ。これちょっとね、いろいろ毎回いろんな絵にチャレンジして、まあ、エピソードも加えつつやっていけたらなと考えています。まあこんな感じで、またね、インクとかペンが増えたらそれも紹介していきたいと思います。はいはい、ということで第1回目はこれでおしまい。